さあセンターへ弾き返しました上林。スタンドから大きな拍手が送られました。ショート抜けた、二塁ランナーは三塁回ってホームに帰ってきて、上林もセカンドへ、セーフになりました。上林にセンターへのタイムリーが生まれています。今日2打数2安打の上林。ショートの野村飛びつきましたが取れませんでした。センター牧原取ってバックホーム、カットしたリチャードがセカンドへ送球しましたがセーフ。上林今日2本目のヒットということでこれがタイムリーになりました。